はい、真っ昼間の晴天の中での平鈴木ゲーム、シャローポイントに来ましたってことで、この新しく買ったアムズデザインコモモ SF125、ね、ニューモデルです。かなり昔からあるルアーなんですけれども、最近モデルチェンジしたってことで買ってみました。ではこれで平鈴木を狙いたいと思います。釣るぜ。いやー、いい動きすんなこのルアー。いやー、いい動きしますよ。いやー、いい晒しですね。当たった当たった当たるけど乗らないよ。ちゃ乗った。あー、バレたよ。なぜ？いきなり来たね。来ましたね。いや、高活性でございます。この晒しだから何回も投げても釣れねえだろう。あんまり、ああ、いいとこ入った。おっしゃ。バレるな。なぜだ。フックは新品なのに。超元気いっぱいだな、平鈴木。いっぱいいた、今。いや、いい動きするよ。こっちはどうかな。おっしゃ、あっしゃしゃしゃ。ああ、今の波で行けばよかった。波で。おーしょ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 。おーしょ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 。はい、いやー。いやー、あの波。波が来ちゃうよ。あの波で。おーしょー。いやー、超でっぷり。はい、はい、いい平鈴木さんです。
これね、カン抜き、顎、エラ、バレないね、これだったら。あ、いい平鈴木です。来ましたね。しゃ、何センチあるでしょうか。すげえ横に太いね、この身幅が、この厚さがある。ここから、あー、それでも70ジャストくらいだね。70ジャストだ、あんな重てんな。しゃあ、いいとこ食ってるよこれ。ねえ、でっぷり。何キロあるかな。1,2,3,7。ちょっと見づらいんだけどね、これ 3.7。 いやー、70で 3.7 って結構重いんじゃないのねえ。これはいい平鈴木ですね。はい、このフックいいですね。ジャンプライズトレブルの4番。あんだけ、まあ、パワーファイトっていうか、途中であんなね、岩際で止めてて、フック多分どれも伸びてないんじゃないかな。はい、このフック交換は正解でありました。まあ、いずれにしろこのルアーで平鈴木を釣ることができました。ナイスなルアーであります。アムズデザインコモモ SF125 グッドです。イエイ。